はい、皆さんこんにちは。カンボジア不動産チャンネルジェットタニ雑談室です。はい、本日はですね、はい、カンボジアの現在のですね、治安状況、犯罪のことについてお話しさせていただきたいと思います。はい、ですね、ここ近年ですけども非常に治安の方はね、良かったと思います。はい、まあ、リバーサイドとかですね、観光地などかは相変わらずね、ひったくり等の被害はありましたけども、まあ、住宅地に関しては、このコロナになるまでは非常にね、治安も良くて、夜ね歩いててもね、あんまり心配ないという感じでありました。特にね、私どもが、まあ、生活したりとか、まあ、ビジネスを行っている、まあ、カンボジアの一等地のボンケンコンは、まあ、BKK1 に関してはね、あまりありませんでした。はい、しかしね、やはりね、コロナ感染下でですね、やはりまあこう景気がね悪化したということが、非常にね、こういう一等地のとこでもね、今夜だけでなくですね、もう白昼ね堂々とね、ひったくりが行われているような状況です。はい、それにプラスしてですけども、以前になかったような事件がですね、少し頻繁に出てきていますのでね、そのあたりをね、皆さんにご紹介したいと思います。はい、私もね、まあ、8年前はね、拳銃強盗に遭うというね、恐ろしいねハプニングにあったりもしましたけどもね、まあ、その頃とは少しね、事件の内容がね変わってきていることなどもあります。はい、そしたらね、情報ソースはですね、カンボジア各紙のね、新聞からご紹介させていただきたいと思います。はい、まず一発目はですね、この1ヶ月だけでね、これだけ事件があります。はい、まずは、6月6日にですね、プノンペンで刀を持った人間たちに、運転手が襲われたということなんですけどもね。はい、これはですね、はい、プノンペンでね、車を運転してると、4人組の、刀を持った、グループがですね、車を取り囲みね、それで車にね、打撃を与えてて、そこからね、逃走していったということです。はい。何が背景があったのか、通りまであったのかはね、少しわかりませんけども、まあこれ、刀を持って襲うっていうのはね、もう名前は言いませんけども、もう亡国ですよね。で、日本も東京あたりでですね、まあ清流島で振り回してっていう事件があったと思うんですね。まあその一体のグループが刀を持って、ね、車ね、これ写真の通り見てもらったらですね、すごいですね。これで襲ったら、まあ、たまたま怪我することがなかったということですよね。4人のうち3人を捕まえることができましたということですね。はい、まあ亡国のね人間じゃないかなという感じがします。はい、次ですね、これがね特徴的なことですね。先ほど、まあ亡国の人間が、まあ犯罪をね起こしているというのがありまして、もう一つこれですよね、こういう事件が出ております。これが6月の11日です。はい、プノンペイのコンドミニアムで警察と麻薬組織が銃撃戦を行って、警察官1人がね、入院という事件があります。はい、6月10日ですね、6月10日にですね、これ何でかですね、麻薬捜査部と、この多数の容疑者が AK-47 自動小銃と拳銃を持ってですね、警察に発砲し、警察官を負傷させたということで、まずね、最近この点のね、このドラッグを、まつわる。で、特にこれも先ほどの某国ですよね。某国のもうマフィアのが、警察官との発砲事件、そしてこの某国の、麻薬、犯罪組織対麻薬犯罪組織との抗争事件というのがね、このプノンペン非常に多いです。はい、もう数件出てますのでね。はい、こういう事件がね、ここ近年ね、特徴的だと思います。ドラッグ、をまつわる銃撃戦という事件が多いです。はい、さらにもう一つで、これも特徴ですね。はい、これは7月の3日今月入ってからですね、シアヌークビルでカジノで中国人と、あ、名前言っちゃいましたね、まあこれ記事出てますが、中国人と、そこのセキュリティが銃撃戦が発生ということです。はい、何が起きてますと、7月の2日にですね、シアヌークビルのカジノで、警備員が、中国人が、この許可、入場許可のカードを持ってないので出入りができませんよと、セキュリティが止めたと。そしたらその中国人が腹いせにですね、そのカジノに向かって2発3発の銃撃を、発射して、犯人はそこから、逃走したということでね、何かこう揉め事というか、いやもう入っちゃダメですよと言われて、そこで腹いせに撃っていくっていうことですからね。
恐ろしいですよね。このカジノにまつわる、ね、事件が多いです。はい。まあ、これの場合はただ、その入り口で断られたということですけども、はい。今、こう、オンラインね、闇オンラインカジノ、違法な、オンラインカジノをめくっての、まあ、その、某国ですね。某国の、まあ、マフィアとの、抗争、銃撃事件というのも非常に多発しております。ここの特徴ですよね。ここ数年のですけども。はい。で、こういう事件がね、まだその7月13日に起きてます。これも、昨日じゃないですか。はい。プロンペンのギャングによるね、刀攻撃で重傷を負った男ですね。で、これはプロンペンのギャングというか、これは某国のあれなのかわからないですけども、はい、プロンペンで、刀を振り回すギャングに、凶悪な攻撃を受けたと。はい。で、この男性はですね、これは、プロンペンのカーンダウンタウンにあるサンカットチェムネアスというね、のところで起きたと。はい。目撃者によると、剣で武装した4人グループが、襲いかかって、で、なんとかこの刀で襲われた方は、建物の2階に逃げ込んで、そして、まあ、助けを求めて、なんとか命からがら助かったということでね、恐ろしいですね、本当に。はい。こういう事件が発生しております。これわずかこの今挙げた投げで、刀で襲う事件、銃撃事件が2つ、そして、この事件で4件、わずか1ヶ月でこれだけですよね。はい。で、警察非常にね、今このオンライン、違法のオンラインカジノの取り締まりを非常に行っております。確か先月だけでも7件ほどね、摘発しておりました。はい。ですから、このオンラインカジノがですね、どこどこ行われているかわからないですけど、普通のコンドミニアムの一室とかですね、そういうところで行っているという場合もあるので、まあ、警察官が取り締まりで踏み込むと、そこでまあ銃撃戦とかですね、刀の乱闘がね、起きるということもあるので、非常にね、ここで気をつけて、まあ、生活、ビジネスを行わなければいけない状況であると思います。はい。そして、ね、次に、ね、こういう事件もあります。はい。これはですね、こうですね。はい。タイトル化してすごいですけどね、携帯電話を盗みに入り、そこで、美しく着飾った、主婦、もしくはこれ、着飾った美しい、主婦を見つけたときに、彼は、恐ろしく気が狂い、彼女をレイプしたというね、すごいタイトルのあれなんです。で、これ、ニュースを見ますと、これ、新聞出てですね、おそらく、このレイプされたと思われる女性の方がですね、この新聞の報道に応じて、これ、写真が出てるんですね。ここでこんな感じでしたっていう、こう説明してるような画像が出てるんですけどね。まあこれちょっとね、ここの神経もすごいなと思うんですけども、はい、この内容ね、ちょっと見てみたいと思います。はい、これ犯人は、携帯電話、いや家に、押し入り、携帯電話を盗んだ時に、このやはり、ね、ドレスを着た、美しい主婦をですね、見てですね、ナイフを持って、もう気が狂ってしまって、はい、もう携帯電話だけ持って逃げればいいのに、まあ、そこも本当に居座り強盗ですよね、ナイフを持って、ライブをさせろというふうに脅かしたと。はい、で、これが朝の4時なんですかね、ちょっとこれね、クメール語で書いてて、Google 訳したんで、ちょっとね、はっきりわからないんですけど、朝の4時にしたと。で、警察官の話によると、容疑者は、レイプをさせろと言ったんですけれども、この美しい主婦がですね、まあ、非常に賢い方だったと思うんですよね。トリックを使って、いいよという形で、相手を油断させてですね、そこで、トイレに入ったところで、旦那と、隣人に、助けを求めて大声を、上げたのでね、この犯人をね、逮捕したと。ですから、まあ、レイプはされん、タイトルではね、レイプされたような形を書いてますけども、まあ、無事にね、助かっていること、良かったですけども、まあ、朝の4時、こう間違いなければ朝の4時なんですけど、朝の4時にね、旦那が、ね、どこに行ってたのかなと。で、奥さんが、この美しい主婦が、大声を上げて、旦那が出てきたというからね、どうなってるのかもわからないですけども、まあ、恐ろしい事件ですよね。まあ、この刀を見て、これを持って、レイプさせろという形でですね、
脅しかかったけどもね、あの美しい主婦の方が、まあ、一つ上手だったということですよね。まあこれはもう無事でよかったと。まあでもこういう事件がね、あの起きてるということです。はい、ですね、そしてこれもですね、ちょっと驚きの事件ですよね。はい、こんな事件があります。はい、これはですね、7月の11日ですよね。はい、車を運転している人に4人組の正体不明の、若い男性と女性が、まあ、これ車を運転してたのが女性の方ですよね。で、女性のところに、4人の正体不明の若い男女がですね、が、その女性に、指を刺して発砲した、指を刺してからもう拳銃を向けて発砲したですよね。発砲したと。で、これは、ポンエアンポンヘアクレク小学校の前で起きた事件であるということです。はい、でたまたまでも向けて発砲されたけども、ね、運よく、この女性の方には当たらなかった。あ、これ書いてますね。女性でショットガンを発射してて、ね、恐ろしいことですよね。はい、でこの女性の、方がですね、その時の薬莢を、ね、持ってね、これニュースの、あの取材に応じてるということですよね。非常にね、これ拳銃の事件が今ね頻繁に起きております。はい、で少しね、強盗とかだそうじゃないけどね、このニューニュースもあります。あ、これは6月の27日の事件ですよね。はい、市場で働く女性、21歳の女性の方なんですけども、元彼氏がですね、この女性を発砲して、そして自分もその場で自殺したというね事件が出ております。はい、理由としては、元彼女21歳の女性がですね、別の男と婚約したということで、元彼が、もう深い嫉妬心から、撃ち殺して、そして自殺したという事件です。はい、まあこれ市場に勤めてる、ね、人ですから、そんなにね給料がいいとか言われじゃないので、まあそういう人たちが手軽に、まあ、拳銃を、入手できるね、環境であるということですね。もう非常に怖いと思います。はい、ジェットタリもね8年前に強盗、拳銃強盗に遭いました。はい、まあ、拳銃が非常にね簡単に手が入って犯罪に使われやすい、環境であるということにはね間違いないと思います。はい、まあこれらの事件に関しては、まあ、警察もね取り締まりしてると思うんですけども、まあこれ言っちゃうと怒られてしまうかもわかんないですけど、まあ、先月ねうちのアパートメントにも泥棒が入って、それをねセキュリティ一緒で取り押さえたんですけども、はい、でその犯人をね連れて行くと、警察の方で、ね、連れてくるなとね、なんでねそんなことやるようなやつなんかコロナ持ってるかもわかんないし、そういうことで警察のね職員がね、また役所がですね、コロナ感染になったら大変だからね、留置所にも入れたくないからね、もう連れてくるなという形のことを言われてですね、今ねこういう犯罪を起こした、人がですね拘留されないというね、ちょっとねおかしな現象が起きております。犯罪者天国みたいな状況になってますからね、非常に警戒すべきだと思います。はい、でこれのもう改善は警察官が力入れてくれるというよりも、もう景気が回復しないと難しいと思います。はい、景気が回復して、まあそのお金が回るようになればですね、まあひったくりみたいなリスクをね背負うのが意味がないというふうに思います。はい、で、ですね、はい、で現在はやっぱり、ね、その景気が悪いので、やはりね、まあ、犯罪に走ってしまうというところがあると思います。はい、でちなみにね、まあ、それでもう連れてくるなということで言われて、じゃあどうなるかというと、まあ、私のところはちゃんとね内務省の方に行って、警察結局は、まあ、交流してもらうことになりましたけど、まあ、捕まえてくれないならということで、まあカンボジアの場合ですね、まあ、市民による、ね、死刑、ね、もうリンチかけるってね、だからひったくりなんか捕まるとね、もう壮絶なリンチかけられますから、警察官が来るまでの間つき、まあ、警察官も来ても放置するっていうところがありますから、そういうことでねところがあります。はい、非常にね拳銃によるね事件がね多発しております。はい、これは最後ですけども、これはねちょっと動画見てもらいたいと思いますね。カンボジア人とベトナム人の金貸しがですね
口論になってですね、この目とリバーサイドですね、まあ、椅子を持ってね、乱闘になったというね、事件です。まあ、カンボジア人とね、ベトナム人、仲が悪いです。はい。で、どういうね、内容があったかもわかんないですけどね、ちょっとね、ベトナム人怖いですね。日本でもね、今、ね、日本人が今まで考えつかなかったような事件がですね、畑から野菜を取るとかね、豚を盗んできて、殺して、それを売りさばいてしまうとか事件がありますから、まあ、日本は今、コロナ感染下の中であってもね、技能研修生という形で、まあ、ベトナム人をね、この中でも入れていってます。はい。だけど、実際、こう、犯罪組織を作って、日本でもかなりね、今なかったような事件を起こしておりますので、少しね、きっちり取り締まるべきじゃないかなと。まあ、労働力が足らないということで、移民等も、ね、考えて思いますけどね、私もちろん今これ、真剣に考えるべきじゃないかなというふうに、私個人的に思います。はい。で、このようにもうこの1ヶ月の間ですね、拳銃事件がね、多発しております。この半、6ヶ月通しただけでも非常にね、拳銃の事件があるので、非常に気をつけないといけないと思います。はい。あと、刀を振り回すとかいう事件ですよね。はい。で、突然襲撃されると。ただしね、これカンボジア人のうちのスタッフにいたらね、いやもう、シンプルな、出来事だよ。シンプルストーリーだよって言われたので、っていう感じなので、まあ、やはりね、こう、襲われるということはありますので、やはり、あんまり夜とか出歩かない方がいいかなという感じはします。はい。まあ、でもシンプルと言ってもね、やはり事件の質が少しずつね、変わってきてますので、ね、某国の人たちにね、某国の犯罪組織にね、関わってきてるっていうところがあると思いますので、ね、皆さんね、本当、気をつけて、油断せずに、生活ね、ビジネスを行うべきかと思います。現在のプノンペンですけども。はい。以上ね、カンボジア不動産チャンネル、これで終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしければね、チャンネル登録、高評価お願いいたします。本日もご清聴ありがとうございました。